ゼバスティアン・ラングカンプは、西ドイツ・シュパイヤー出身のサッカー選手。パース・グローリー FC 所属。ポジションは DF。実系のマティアス・ラングカンプもサッカー選手である。いくつかのクラブを経て、2005年に FC ・バイエルン・ミュンヘンのアカデミーに入団。2006から07シーズン前半は、地域リーグ所属のリザーブチームでプレーし、年明け後に、ハンブルガー・エース・ヴに移籍。 2008年1月、カールスルーエ SC ーに移籍、2010年6月30日までの契約を締結した。2009年3月1日の VFB シツットガルト戦でスタメン入りし、ブンデスリーガ初出場。4月25日のバイエルレバー空前戦でリーグ初得点を挙げた。シーズン終了後にカールスルーエは2、ブンデスリーガに降格したが、 自身はクラブへの残留を選択した。2011から12シーズンにより、ブンデスリーガに昇格した FC アウクスブルクに移籍。2013から14シーズン、ヘルタ・ベルリンにフリーで加入。2019年までの契約を締結し、再びブンデスリーガ昇格クラブでプレー2018年1月末、ベルダー・ブレーメンに移籍。2019から20シーズン終了をもって、 契約満了に伴い、ベーザー・スタディオンを後にする。国内の複数クラブからオファーを受ける中で、半年間フリーとなった。シドニー FC に所属する同胞であるアレクサンダー・バウム・ヨハンの活躍に影響を受け、2021年1月8日に、A リーグのパース・グローリー FC と2年契約を締結した。年代別のドイツ代表歴がある。ありがとうございます。